どうも、こんにちはです。黒猫チャンネルの黒猫です。これはハリネズミのトゲ子のお部屋です。お皿、ひっくり返してます。今日ね、この子ちょっと病院に連れて行きます。トゲ子？トゲ子？いや、お皿。ああ。餌最近ちょっと訳あって変えたんですよね。うん。はい。トゲ子？トゲ子？終始言ってますけど、最近大変なことになってるんです、トゲ子が。ついこの間まで元気あったんですけど、うん。ちょっと病気みたいで、ネットで調べたら病気は大体わかってるんですけど、一応、病院連れて行こうかなと思います、今から。うん。なんかちょっと調べたら透明のこうケースで持って行った方がいいみたいなんで、とりあえず、こう、コーンをね、入れときました。で、今ちょっと爪切ったんですけど、最近ちょっと爪切ったら血が出たりするんですよね。ごめんな、トゲ子。はい。こんな感じです、今。どうして病院に行くかというとですね、おそらくふらつき症候群だと思います。後ろ足が、ここ数日で急に動かなくなってきまして、で、ふらふらして、で、足が麻痺してるような感じなんです。で、おそらくふらつき症候群かなと。トゲ子めっちゃ怒ってる？ごめんな。ちょっと爪切ったからな。爪切ったらいつもこう、ね、距離が離れちゃう。でもこう、切らないわけにもいかないんで。はい。ちょっと辛いですけどね。病院行きます。ごめん。ちょっと蓋するからね。なんか、カブトムシみたいだけど。はい。これでちょっと持っていきたいと思います。では、病院の方行ってきます。病院から帰ってきました。トゲ子今、お休みですね。うん、疲れたのかなと思います。結論から言いますと、まあ、正確にはやっぱわからないと、うん。まあ何せそのハリネズミなので、うん、犬とか猫とかみたいに病名はね、はっきりしてないところがありまして、うん。でもおそらく症状的にはふらつき症候群かなと、足がね、麻痺してるような後ろ足が、感じなんですよ。わかるかな？後ろ足をね、引きずりながらほふく前進するような、ここ数日ですね、そういう症状になってます。うん。まあ、なのでちょっとこれはさすがにまずいなということで病院連れて行ったんですね。脳とか神経とかの方から来る場合もあれば、単純にこう足にこうなんかちょっと腫れてましたので、足に腫瘍ができてるとかそういうことかもという話はしてました。まあ、だけど、はっきり原因はわからないということで、まあ、症状から見て、おそらくふらつき症候群かなということで、一応お薬はいただいてきました。トゲ子ちゃんですね。はい。うん。16日分ね、なんか、ステロイドが出てます。はい。抗生剤と。まあ、これでちょっと様子を見てほしいということでしたね。中身の方確認していきましょう。トゲ子の方ちょっと起きましたね。トゲ子、大丈夫？足のね、向こう、後ろ足の右側？左側って言ったらいいのかな？ちょっと微妙に映ってると思うんですけど、あっちがね、特に腫れてて、なんかこう爪とかもなんか、ちゃんとこう、なってないというか、いや、むしろ原型がないというね、いう感じの診断でした、足は。トゲ子？うん。なんか、やっぱ足おかしそうですよね。あ、トゲ子？まずこれが薬ですね。はい、こんな感じで、結構、ちょっとずつ、ほら、袋に一つずつぐらいで、あ、一つ、もうほんと少しずつなんですよ。16日分いただいてますので、まあ1日1回餌の時に、
リンゴジュースとかね、甘いのに溶かしてあげると結構飲みがいいということなので、それでやってみたいなと思います。はい、ちょっと名前がバレちゃったらあれなんで隠してるんですけど、そうですね、値段的にはすごく安かったですね。はい、こんな値段なんで2310円、診察代もね、すごくこう良心的なところでした。めちゃくちゃ流行ってまして、1時間待ちだったのかな。うん、まあということで、お薬もらってこれをあげながら様子を見る感じですね。出しました。ちょっと爪切り失敗しちゃってね、少し血が出ちゃったんですけど、はい、あ、爪切りは自分でしたんですよ。それ行こう。わかりますか、こんな動きなんです。ほら、足わかります、こんなね、もう足がだから伸びちゃってこんな感じなんですよ。うん、トイコ、はいはい、ごめんね。うん、まだ動けてる間はいいんですけど、足がまあこんな感じなので、まあそのうち介護というか介助が必要な感じになるのかなとね。はい、あー、トイコ、歩きたいのはすごくわかるんですけど、はい、こんな感じです。よし。ね。もうだから、後ろ足なんかも全然使えてない感じで、こんな感じになっちゃったんですよ。まぁ、ちょっとね、もう部屋の方に戻ってもらおうかなと思いますけど、あー、ね。トゲ子ももう何年目？すごく結構、ね、長いとは思うんですよ。はい。あ、落ちる、落ちる、落ちる。そっち行った、落ちちゃう。落ちちゃう、落ちちゃう。ほら、こんな感じで。動きがすごい、こう、元気ね、動きもあるんですけど、もうなんかね、足の方が本当に、麻痺しちゃったのか、ふらつき症候群かなと思うんですけど、ね。ほら、元気に動きもある間はね、こう、運動はやっぱりね、した方がいいと思うんで、させようと思うんですけど、ほら、もう足が痛い感じで、ちょっと見てて辛いですけどね。でも最後までこう、あ、ごめん。最後まで、こうね、面倒見てね、せっかく来たんで、しっかりお世話したいかなと思います。あ、トゲコ、元気だね、お前、ほんと。はい、めちゃくちゃ元気ですけど、うん、とりあえずお部屋戻ってもらおうかな。トゲコ、あー、トゲ子ね、元気だね。はい、じゃあお部屋戻ろうか。大変だったね、病院。お疲れ様。餌の方もね、変えてます、最近。今まではこのハリーの試食っていうのを開けてたんですよね。はい。まあ結構こう、食べつき、食いつきかな？良かったですしね。うん、トゲ子も気に入ってるみたいだったんで。だけどもやっぱこう力が弱ってきてるので、もうちょっと食べやすいね、これを混ぜてあげてます。これですね。はい、これはね、こうすごいソフトで柔らかい感じなので、とても食べやすそうですね。はい、なんでまあまあ栄養的にもね、ちょっとこう考えて、こちらの餌も混ぜてあげてる感じ。これも結構食べてますね、今ね。はい、いうことで、ちょっとこの2種類の餌をあげながらっていうところです。やっぱり一番可能性高いのがふらつき症候群なんですね。ハリネズミによくある病気みたいで、原因はよく分かってないそうです。なんか栄養のバランスとか、うん、いろんなことが書かれていて、まあはっきりと原因は分からない病気だそうですね。遺伝的な要因もあるんじゃないかというね、お話でしたけど、まあということでね、トゲ子ふらつき症候群にかかってしまっちゃいました。うん。ただまあ暗くするのもあれなんでね、本当にこう毎日こう今までと同じようにこうちょっと散歩させたりとか、しようと思うんですけど、まあ、今週に入ってからの本当急に足の方が麻痺した感じで、少しフラフラしてるなっていう感じはあったんですけど、まあでも普通に歩けてたので様子を見てたらやっぱりなっていう感じです。あの病気になるとですね、基本的に治らないそうです。原因も分かってないし、治療法も分からないということで、
まあ発症からだいたい2年とか以内に亡くなりなんだなということですね。まあハリネズミ自体がですね、まあ寿命が5年とかそれぐらいなので、トゲコも4年目ぐらいかな、だと思うんですよ。結構長生きなので、まあ寿命ぐらいでお亡くなりになるのかなと思いつつ、でもまあ最後までね、こう大事にしたいですね。はい、ということで、まあ暗いお話になっちゃったんですけど、一応報告です。まあね、このチャンネルの顔みたいな部分もありますので、トゲコちゃん。一応まあ、迷ったんですけど、緊急報告というか、ご報告しておこうかなと思いました。はい、すいません、なんか長いこと話しちゃって、今日はこれでお別れしましょう。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。